山本周五郎作「菅笠」「あたしの主は今度堺様の大間脇に出世したそうですよ」「厚い大きな唇がすばらしく早く動いて調子の狂った楽器のようなひどく枯れた声が止めどもなくほとばしり出た」「大間脇といえば武士なら本陣の旗本ですからね」 足軽としては、これより名誉なことはありませんよ。何しろ、井様から、直にお声をかけていただけるんですから、その刀を取れとか、靴を持てとか、そういったようにね。それからまた、渋滞を下がらせろ。なんという命令を伝えにも行きます。そういう時は、井様のお口真似だから、渋滞のお肌頭に向かっても、 渋滞下がれと怒鳴りつけるんですよ。渋滞下がれ。普段ならそんな口をきけばそれこそおとがめものでしょうけれどもお口まねなんだから誰も何とも言うわけにはいかないんですとさだってそういう軍令はお使い番という役があっておそばの武士が務めるのだと聞いていますよ これもなかなか負けていない気質らしい前の女をしのぐ絶望でやり込めにかかった黒字師範の布に使いと書いたし物を持つのが徳川様お旗本の使い番の決まりですそのほかの者がどうしたって軍令を伝えることはできませんそれはもう確かなことですよそれはご本人のことでしょ さきの女は平然とやり返した。ご本人はその通りですよ。それは私も知っていますさ。けれども、お旗本の大将方の陣には、お使い番なんかありません。そんな役があるものですか。大将がみんなでそんなことをしたら、戦場がお使い番だらけで、ごちゃごちゃになってしまうじゃありませんか。そんなことは決してありませんよ。東東 浜松城の外車に、小縄小屋といって、軍用の縄やむしろを作る仕事場がある。板敷きの打ち広げた建物で、今しも老若四五十人の女たちが、わらくずにまみれて仕事をしていた。彼女たちは、お手のものと言われて、徳川家康に直属する軍兵の家族だった。同じ足軽でも、 諸将に属する者と、お手の者のでは格が違い。彼らは車内の長屋に住んで、武具の手入れをしたり、軍用の雑具を作ったり、また戦時には護送される将兵の世話をするとか、両末の補給を助けるなど、いろいろな役割の中心になって働くのである。その時徳川家康は、織田信長の軍と合体して、 三河の国、長篠城を攻めていた。つまり、浜松は留守城である。父を、夫を、子を、兄弟を。彼女たちは皆、それぞれ戦場に送っている。仕事をしながらの話も、自然合戦のことか、戦場にある夫や兄弟の自慢などが多い。そして身分の軽いだけ、 言うことに遠慮はなく、自慢するにも威張るにも、思う通りズバズバというので、にぎやかなことも一層だった。一番騒がしい女房たちとは別に、年頃の娘だけ10人ばかり集まる仲間があった。ここでもむしろを編みながら、女房たちほど打ちつけにではないが、言い名付けのこと、兄弟のこと、父のことなど、 つつましさの中に娘らしい憧れや夢を交えて語り合っていた空き巣はその仲間の端の方でいつも黙って仕事をしている3人の娘の1人だったこの3人は性質の極めて温順な上に境遇や身の上のよく似た娘たちで17歳になる花代はつい先頃母に死なれていたし 18歳の信は小さい邸米が多く非常に貧しい暮らしをしているそしてキス自身はみなしごであった母には幼い頃に死別し父は4年前キスが16の年に病気で亡くなった亡くなる前にたとえ足軽でも侍の端くれだ 戦場で牛死にをするなら本望だが、病気で死ぬとはいかにも口を押し、せめてお前が男だったら、俺の代わりにご奉公をしてもらうのだが、そう言って涙をこぼしたことを、秋粒は今でも忘れることができない。父に死なれてからは、桃園にあたる太田助一郎という、やはりお手の者を務める足軽の家に、 引き取られて育った。もう19にもなり、器量も悪くはないのだが、そういう身の上なので、縁談も遠く、こうして人中へ出ても、自分から肩をすぼめるような感じで、いつもひっそりと、いるかいないかわからないような娘だった。この3人だけは、人々の雑談にも加わらず、 黙って仕事をしているのが例だったけれど、その日は花代と信徒が妙にウキウキした様子で、低い声ながらしきりに囁きあったり、肩をすくめて忍び笑いをしたりしていた。それが本当なら、お祝いをしなくてはね。信がそう言って、秋津に振り返った。ねえ、秋津様。 花世様のお兄上が今度足軽子頭にご出世をなすったのですって三河から昨日お便りがあったのだそうですよまあそれはそれはおめでとうございますことあらお祝いをしなければならないのは新様ですよ花世は急いで言いかぶせた新様はね秋智様今度 サバクラマグウェイ様とご縁談がまとまったのですと。私、母から聞きましたの。あら、いけませんわ、花代様。芯はパッと赤くなった。お祝いなんてまるで違います。サバクラ様は今、三河のおさんにいらしているのですもの。縁談が決まったにしても、めでたくご外人になさるかどうかわかりませんし、 私、喜んでいただくような気持ちではございませんわ。そんなことをおっしゃって、ではもし、内ち死にでもなすったら、縁談はおやめになさるおつもりですのいいえ、とんでもない。真はきっと表をあげた。縁談が決まったからは、私も、沢倉家の嫁ですわ。もし、 内ちじにを遊ばすようでしたら、私すぐ、沢倉家へ参ります。そして一生そこで、周到しゅうとめに仕えて暮らしますわ。それではもう、お嫁入り遊ばしたも同じではございませんか。やっぱり、お祝い申し上げるのが本当ですわ。ねえ、あき祝っていただくのはともかく、と真は、浮き立つ気持ちを抑えるように、 大をしみりとした調子で言った。あなたのお兄上も、沢倉様も、今、三河の国で、一緒に戦っておいでなさるのね。今、ここにいる方たちみんなの、父や兄弟やお子たちが、矢玉を浴びて、命を的に戦っておいでなさる。私、そう考えると、本当に自分が、 今こそ生きているように思いますの。私の夫になる方は今五馬前で戦っています。そういうことのできる幸せを身にしみて感じますわ。私にもそのお気持ちはよくわかりますわ。秋津が打ち返すように言った。私も今同じように考えているところですの。本当に。 そう思えることは幸せですのね。どうしてそんな言い方をしたのか、自分でもまるでわからなかった。これまで、愛にて恵まれない境遇にいた三人のうち、二人がそのように幸福に温められている。それに対する妬み心だろうか自分一人取り残されたくないという強がりだろうか 確かにその二つの気持ちもあった。けれど、夫になる方が今、今五馬前で戦っている。それを思うと、今こそ生きがいを感じる。そういった真の言葉が、最も強く、空き巣を打ったのである。亡き父が、臨重に言った。たとえ足軽でも、戦場で打ち死ができれば本望だ。 病気で死ぬとはいかにも口をし、お前が男であってくれたら、俺の代わりにご奉公をしてもらうのだが。遺言とも言うべきその一言が、真の言葉と一緒に、き津の心を激しく打ったのだ。いいえ、私だって。そういう気持ちがこみ上げてきて、深い考えもなく、思わぬことを口にしてしまった。 全く思わぬことだったのである。言ってしまってから、行けない、と口を塞ぎたい気持ちだったが、真と花代は、すぐに声を上げた。まあ、それは、秋津様、あなたにもそういう方が終わりでしたのまあ、ひどい方、私たちにまで内緒にしていらっしゃるなんて、あんまりですわ。花代は無気になって膝を寄せた。 そうわかったら、伺わずにはおけません。おっしゃいますよ。あちらの方は、どなたですのそうよ。ぜひ、伺わせていただかなくては。と、心も覗き込んだ。もうお隠しになってもいけません。あちらの方は、なんとおっしゃいますの誰にも申しませんから、伺わせて、ね。でもと言いながら、 飽きすわみが震えた。何も言うな。黙っていよう。懸命にそう自分を抑えたが、どうしようもない力に引きずられる感じで震えながら。本当に、あなた方だけですのよ。と言ってしまった。ええ、大丈夫ですよ。決して人には申しませんわ。ですから、聞かせてくださいまし。 それは、どなたですの吉村、吉村大三郎様ですの。まあ、吉村の大様。花世がびっくりしたように目を見張った。あの、哀れ者の大三郎様ですのまあ、花世様失礼な。真は軽くにらみながら、ぶしつけなことをおっしゃるものではありませんよ。 それは、お酒も上がるし、暴れ者という評判ですけれど、大様は、お先手の足軽小頭で、ご人品もあの通り、お立派ではありませんか。秋津様とはきっと、お似合いの夫婦におなりですよ。私だって、それはそう存じますわ。ただあの方は、その他にも、女嫌いだなんて噂もありましたでしょ それでで思いがけけなかっただけですわ。おめでとうアキツ様。ありがとう。アキツはおろおろした声で辛くもそう答えた。でも、どうぞ内緒にね。打ち明けて申し上げると、大三郎様がそうお約束してくださっただけで、まだ表向きにはなっていないのですから、本当に、 お二人だけの内緒にしてくださいましね。ええ、大丈夫。決して人には言わない。そういう二人の誓いを聞きながら、き津はなお、体が震えるのを止めかねていた。吉村大三郎の名を挙げたのは、苦し紛れだったが、それでもき津としては、わずかに選択がなくはなかった。 大三郎はやはりお手の者に属し、27歳で本陣先手組の足軽小頭を務めている。酒飲みで酔うと暴れだし、平勢でも傍若無人の行いが多い。戦場での戦いぶりも目覚ましく、僧帽も抜きんでていながら、27という年まで一人身でいるのは、そういう性質が、 娘の親たちをためらわすからであろう。彼自身もまた公然と、女は嫌いだと言い切って、たとえ親たちの勧める縁談があっても、耳も貸さずに押し通してきた。あの方なら、空き巣は夢中のようにそう思った。大三郎なら、きっとまだ、婚約の人などはないに違いない。 苦し紛れではあったが、それだけの思案はつけていたのである。三河からお便りがありまして。二人に顔が合うとよくそう言われた。近いうちに鬼田が行くそうですから、あなたからもおふみをおあげにならなければね。ぜひそんなさいまし、私も沢倉様へは鬼田の旅に差し上げますの。 だってそれが留守の者の,の務めですから。ええ、そういたしますわ。キスはうつむきながら答える。でもどうぞこのことは内緒になすってね。知れたら本当に困るのですから。きっとお約束しましてよ。そしてそういうたびに、決まってブルブルと恐ろしいほど身が震えるのだった。 長篠城の合戦が味方の対象に終わって、その知らせが浜松へ着いたのは天正三年五月二十四日のことであった。留守城は喜びのためにどよみ上がり、城下町の隅々まで活気のある賑わいに沸き立った。そのさなかのことである。町まで買い物に出た空き巣が、 お堀を回って外車の長屋へ帰ろうとすると炎症蔵の下のところで見慣れない老婦人に呼び止められた「あなたは太田ーー助四郎殿にいらっしゃる空きさんという方ではございませんかはい空き巣は老婦人を見た私空き巣でございますがそうだと思いました 夫人は微笑しながらうなずいた。あなたに少しお話がありましてね。家まで来ていただきたいのだけれど、今お使いのお帰りですかはい。これから帰りませんければ。ではこうしましょう。お帰りになったら、お家へはよいようにおっしゃって、ちょっとの間でよろしいから家まで来てください。 内々でお話申したいことがありますからあなた様はとあきつは買い物の罪を抱きしめたどなた様でいらっしゃいますか吉村大三郎の母です老婦人は静かに見返しながら言ったではお待ちしていますよ そして返事は待たずに去っていった。そうだ、吉村様のお母上だった。時々お見かけして、覚えのあるはずなのに、そう思って後ろ姿を見送った空き巣は、やがて愕然と青くなった。待っていますよ。そういった老婦人の声が、まるで何か突き刺されでもしたように鋭く。 まざまざと耳の奥によみがえってきたのだ。空き巣は心も空に長屋へ帰った。太田の家にはまだ幼い次女が三人いる。みんな空き巣によくなすいて家にいると三人ともそばから離れない。今も帰ってきた空き巣を見ると彼らはわっと叫びながらまつわりついてきた。 けれど彼女は放心したもののように、後で、後でね、と言いながら、その手をすり抜け、最女に買い物を渡すとそのまま自分の部屋へ閉じこもった。自分の部屋といっても、足軽長屋のことで、わずかに手足を伸ばして寝られるだけの、ろくろく日の光もささず、薄暗くて狭い、そして何の道具もない、 高涼たる人まである。小窓の下に据えた古い机は、亡くなった母の居合の品ということで、その机によるといつも母のことを思う。悲しいこと、嬉しいこと、何かあると決まって、その机に持たれて、お母様、と、口の中で呼びかけるのが癖だった。今、空き巣は、 その机に寄った。しかし、お母様とは呼びかけられなかった。呼びかけても母は、それに応えてはくれないだろう。自分のまいた戸が、自分に返ってきたのだから。ああ、あ,あと締め付けられるように吐息をつき、身もだをしたい気持ちで表を折った。 いくら考えてもダメだ。考えるだけでは解決はつかない。そこへ突き当たるまでには随分苦しんだ。けれど、突き当たってしまうと気持ちは落ち着き出した。お勝ち戦と決まれば、大三郎様もご外人であろう。いずれは知れることなんだ。 今のうちにすべてを打ち明けて謝罪するほうがよいお母上ならこの気持ちも分かってくださるだろうそう決心した秋津は家へはさりえなく言い繕って吉村の住まいへと出かけていったああ来てくださったのね吉村の母は愛想よく迎えてくれた さあ、狭いところですが、上がってください。遠慮なものは誰もいません。私一人ですから。吉村の母のより女は、手図から茶を入れ、入り物をお菓子に添えてもてなしてくれた。同じような狭い足軽長屋だったけれど、柱も板敷きも窓がまちも、皆つやつやと別光色に吹き込んであり、 きちんと置かれた道具類も高価な品ではないが大切にされてきた年月の証のようにどんな高価なものも及ばぬ深い重々しい光をた,たえているそれは見ているだけでもしんと心の落ち着く感じだった何という羨ましいおたしなみだろう空き巣は忘れていた自分の家へでも帰ったような ほとんど懐かしいと言いたい気持ちでそう思った。誰から聞いたかということは申さぬことにしましょう。やがて吉村の母はそう言い出した。けれど聞いたままにはしておけないことなので失礼ですが来ていただきました。あなたご自身のお考えを伺ってから。 太田殿へを改めて話すことにしたいと思いましてね。秋津さん、あの話は本当なのですかいよいよその時が来た。秋津は震えてくる体を引き締め、心を落ち着けながら吉村の母を見上げた。正直に言わなければいけない。はっきりと。何もかも。 あった通りに言うのだ。そして許しを請うのだ。そう自分を戒しめながら、静かに両手を膝の上に置いた。誠に申し訳もございません。なんとお詫び申し上げてよいやら。私、こうしておりますのも、お恥ずかしゅうございます。ああ、そんなにおっしゃるな。 吉村の母は、どう思ってか、にわかに遮った。もうようございます。それでわかりました。あなたのそのご様子でよくわかります。こんなことが、年頃のあなたにお答えできるものではない。それでたくさんですよ、秋津さん。でも私、お話申さなくてはならないと存じます。そして、 許すとおっしゃっていただかなくては。許すですってより女は、来たとこちらを見つめながら応援だ。許すどころですか私はあなたに礼が言いたいくらいです。あのように世間では評判の悪い子でも、私にとっては身を痛めたたった一人の子です。親の欲目かもしれませんが。 あれも決して心からあんな性質ではありません。私に仕えてくれるだけでも思いやりの深い細かいところによく気のつく子です。ただ負け嫌いなためにそういうところを人に知られるのが嫌でわざと荒々しく振る舞ったり粗暴を真似たりするのではないか。私はそうさしています。 そしてそういう無理な癖を直すには、早く良い嫁をめとることだと考えていました。吉村の母はそこまで言うと、何か考えがこみ上げてきたかのように口を閉ざし、しばらく自分の膝のあたりを見守っていた。それからどうして今、そんな話をされるのか。まだわけがわからずにいる空き巣の顔を、 訴えるような目で見上げながら続けた。私はずいぶん人にも頼み、自分でも足を運んで嫁になってくれる方を探してみました。でも世間の親御さん方には大三郎がどんなにか据えたげぬものに見えたのでしょう。とうとう今日まで思わしい縁がありませんでした。 私はもう、諦めかけていたのですよ。もうこれで、行く先を見取ってくれる嫁はあるまい。そう思っていました。そこへあなたの話を聞きましたの、秋地さん。私は正直に申すと、信じられませんでした。大三郎が自分で、どなたかに言い交わす。 そんなことのできる子ではない。嘘に決まっていると思いました。でも。と、ヨリジョは何か言おうとする空き巣を抑えて言葉を継いだ。でも、未練があったのですね。私はそっとあなたのご様子拝見しに行きました。お住まいの近くに立ったり、 それとなく人に伺ったり、今考えると、恥ずかしいようなことをいたしました。そしてこれは、嘘ではないと思いましたの。こういう娘さんなら、大三郎が言い交わしても不思議はない。いいえ、よくそうして遅れだったとさえ思いましたの。お待ちくださいまし。 アキツはたまりかねてそう言った。それは、お考え違いでございます。それではなおさら、大三郎様に申し訳のないことになりますわ。私すっかり申し上げなければ。これ以上何をお考えればよろしいの私は嬉しいのですよ。今日ほど嬉しく、楽しいことはありませんでした。アキツさん。 本当に私は嬉しいのですよ。吉村の母はそう言いながら手を挙げてそっと目頭を押さえた。空き巣は立然と息をのんだ。頼女の喜びはあまりに大きい。その喜びがどんなものであるか女同士の空き巣には手に取るほどよくわかる。 言えない。これほどの喜びを打ち壊すことはできない。少なくとも自分にはできない。そう思うのだった。一言の嘘がここまで空き巣を引きずってきた。坂道を転げる石のように、それはもうどうしようもない力で彼女を引きずっていく。空き巣はめまいのするような気持ちで。 猛然と、なりゆきを見守るほかはなかった。それから慌ただしい日が続いた。吉村から人を介して、大田の家へ話があり、折よく長篠から外人した兵と一緒に、助吉郎が帰って、秋津にはほとんど相談もなく、縁談が決められた。そして大三郎はなお、 家康本陣にあり次の合戦に残ることになっていたので帰るまで頼女の看取りをするということに決まりわずかな身の回りのものを持っただけで空き巣は吉村の家へと移っていったまさしく形は移っていったというだけである空き巣自身にも嫁ぐという気持ちは少しもなかった 大三郎の帰るまで、頼女の世話をする。それがせめてもの罪の贖いだと思った。けれども、吉村の母は、本当に目取ったつもりと見え、火事のことも応対も、すべてが嫁の扱いだった。狭い家のことだから、覚えていただくほどのこともないのだけれど。そう言って、道具類のあり場所。 置きどころ、手入れの仕方などから、近隣との付き合いのことまで、手を取るように教えてくれた。その時、より女はふと笑いながら、そうそう、あれを見ていただきましょうね。そう言って何度から、すげの一文字傘を取り出してきた。大三郎が、自分で作ったのですよ。 吉村の母は、それを空き巣の手に渡した。あれは畑いじりが好きで、素材物を二段も作っていますが、畑仕事をするときや、お役の馬草刈りなどには、これをかぶります。頭に乗せるものだから、正常な心がこもっていなければ、口癖のようにそう言いましてね。一概ずつ、 自分で毎年作りますの。こんなものでも手作りのせいですか、おかしいほど大切にしていますからね。あなたもこれだけは丁寧にしてやってください。まあ、さようでございますか。大層お上手にお作りなさいますこと。秋巣はその傘を打ち返し眺めながら、言いようもなく暖かな。 ゆかしい気持ちを感じさせられた。何の木もない、一街の菅傘ではあるが、程よく枯らした菅の清らかな色といい、一文字にきっちりと編み上げた繕わぬ形といい、いかにも素朴ですがすがしく、頭に乗せるものだから、といったその人の心が、よく現れているように思えた。 その時から空き巣には新しい感情が目覚め出した。大三郎その人の姿は垣間見たこともない。人の噂をいろいろ耳にしてそれを頼りに人柄を想像していたのである。けれども、頼女の話を聞きその杉傘を見てからは大三郎という人がまるで違ったふうに考えられた。 大酒を飲むと粗暴だとか、傍若無人だと言われる彼と、自分でコツコツとすげ傘を編み、それを大切にする彼とは、どうしても印象が一つにならない。どっちが正しいかといえば、おそらく両方とも正しいという他はないだろうが、生みの母親の言葉だけに、自分で菅傘を編む姿に、 彼の本心が現れていると思えた。それが本当の大三郎様なのだ。秋津はそっと心の中でつぶやいた。お母へもあの子は思いやりの深い、細かいところへよく気がつく性質だとおっしゃった。それを人に知られるのが嫌で、わざわざ粗暴を真似ているのだ。そう申しちゃった。 それが本当なのだ。神職はきっと、お心の優しい方に違いない。キスはそう思うのと一緒に、自分の心が強く大三郎の方へ引き付けられるのを感じた。それは、胸に火でも灯ったような、全く新しい感情だった。はじめのうちは、お帰りなさるまで、 お母上に仕えよう。お帰りになったら、すべてを申し上げて、許すというお言葉をいただいて、この矢を出よう。固くそう思いきめていた。それがひかずの立つうちに、少しずつ変わってゆき、下否でもよいから、この矢にいられたら。そう考えるようになり、やがては、もしかして、 吉村の嫁になれたらなどと思う自分に気づきうろたえながら一人で赤くなることさえあった長篠の合戦に勝った徳川家康はこの機会に武田氏の勢力を駆逐すべく軍を巡らして二俣城を攻め光明寺城を抜き7月には諏訪之原城を陥れさらに高天神へと矛を向けた。 元気三年十二月、三方ヶ原の一戦に敗れて以来、陰任に陰任を重ねてきた戦力が、今こそ、両言の火と燃え上がったのだ。諏訪野ヶ原が落ちたのは、八月二十三日で、その知らせが浜松へ着くと間もなく、戦場から戻った二段、兵たちの温心を、留守城の家族にもたらした。吉村へも、 大座楼から手紙が届いた。より女は嬉しさを包み切れぬ様子で、風のまましばらくは打ち返し眺めていた。そしていよいよ風を切ると、あなたもそこにいらっしゃい、と言い、空き巣をそばに座らせて、文を読み始めた。おそらく、戦場のありさまでも書いてあるのだろう。 より女は幾くたびも、まあ、まあ、と声を上げながら黙読していったが、終わりの方になってふと、くすくす含み笑いを漏らした。あの子らしいこと。より女はそう言って、読み終わった文の末の方を空き巣に示した。ここのところを読んでごらんなさい。相変わらず強がりを言っていますから。 とやら申す娘のこと、先ごろのおふみにて拝見。私には覚えござなく。いきなりそういう文字が目に入って、空き巣は心臓が止まるかと思うほど息苦しく、くらくらとめまいさえ感じたが、懸命に自分を支えつつ読み続けた。覚えござなく。何者がさように申しくるめ騒動やと。 不審に存じ揃う。去りながら、母上のお手助けにもなり、気立てもよしとの仰せなれば、よくよくご注意の上、おそばにおかれそうらいても、ひさいこれあるまじく、私帰国の上、とくと吟味つかまするべく揃う。最もっとも目には、そのものには固くご内密に、 空き巣はそこまで読むのが精一杯だったあとの文字はもう見えなくなり膝の手に体を支えているのがやっとの思いだった決まりの悪いのわざと強がっているのがよく出ているでしょより女は手紙を巻きながらそう言った素直に知っていると言えないのですねそのくせそばにおけと書いたり 知らないということは、あなたに内緒だなどと、虫の良いことを言って、これで本心がよくわかるではないの。私には、喜んでいるあれの顔が見えるようですよ。その時、秋津は、どんなに自分と戦ったことだろう。大三郎の文は、はっきりと彼女の罪を指摘している。 もう耐えられない。みんな申し上げてしまおう。そう思って口まで言葉が出た。さあと心を決めて見上げさえしたが、より女の信じきっている気持ちと、空き巣を嫁と呼ぶことのいかにも嬉しげな日頃を考え、それは無残だ、という気がして、舌がこわばり、喉まで突き上げてくる言葉が、どうしても口に出せなかった。 言ってしまいたい。たそうすればこの苦しみから逃れられるでもそうしたらお母上はどうなさるだろうあんなに喜んでいらっしゃるお母上はどう遊ばすか言ってはならないやっぱり大三郎様のお帰りまでこうしてお使い申すのが本当だそれがただ一つの申し訳なのだ そう心を決め、辛くも自分を抑えることができた空き巣は、それまでと脇場だって働き始めた。畑へ少し物を作ってみたいのですけれど、いけませんでしょうか。あれは、自分の畑を人に触られるのが嫌いで、私にも手をつけさせないのですよ。今度出陣するときにも、 植えてあった菜や人参をみんな恋いでご近所へ配って行きました。帰るまで誰も手をつけないように、くどいほどそう申しましてね。でもそれではお畑が荒れてしまいましょう。どんなに荒れても自分が帰って手をつければすぐ元通りになる。あれはそのように申しますの。土というものは 耕す者の,の心を移す。自分は物を作るというより、その土に移る自分の心を見るのが目的だ。よくそんなことを申しますよ。キスは聞いていて頭が下がった。また一つ、大三郎の新しい面を知らされた。そういうつつましい気持ち、土からさえ教えられようとする。 謙虚な心構え。これが本当のあの方だ。世評は上辺だけしか見ていない。ここにあの方の本当のお姿があるのだ。キスは感動しながらそう思った。その心にあやかりたいと存じますけれど。とキスは表を上げていった。 でもやはり、いけませんでしょうか。そうですね。あなたなら別だから。より女は透目で笑った。そう。あなたは別なのだから。思い切ってやってごらんなさるか。私、一生懸命にいたしますわ。物を作るなどと思わずに。 そして自分の心を土に移してみたい。もしそれがあの方のお心にかなうようだったら、幾分でもお詫びの足しになるかもしれないから。こうしてキ津は二段の畑へくを入れたのである。巨神でなければいけない。うまく作ろうとか、お気に入ろうなどと考えてはいけない。 心を込めて、自分の心の精神を打ち込んでやらなければ。三度の食事ごしらえも、すすぎ物も縫い割りも、決して吉村の母の手は借りなかったし、いいからと言われるのを押して、舞を、より女の肩腰をもんだ。その他、決まり日には、お縄小屋へも仕事に出る。そういう忙しい時のひまひまに、 畑に立つのだが、黒々とすき返した土を見ると身が引き締まった。大三郎様の心のこもっている土だ。それが皮脂と胸へ来て、どんなに疲れている時でも体がしゃんとなる。そして現れたようなすがすがしい気持ちで静かにクワを取るのだった。大層。 日におやけなすったことある日より女はつくづく空き巣を見てそう言った。いいことがあります。ちょっとお待ちなさい。小走りに奥へ行ったより女はすぐにあのすげガを持って戻った。秋の日は肌を痛めると言います。今日から畑へはこれをかぶっていらっしゃい。い,いえ。 アキツはさっと色を変えた。いいえ、それはいけません。私それだけは。どうしてですあの子の畑を作るのですもの、あの子の傘をかぶってもよいでしょう。でも、それだけは。いいえ、お傘はおつむりへ乗るものですから、お許しもなしにいただくわけには参りません。それに私、 日に当たることは慣れておりますもの。お傘は帰って邪魔でございますわ。そしてまるで逃げるように家を出てしまった。畑の土を踏むのでさえ心のどこかが痛む。大切にしている手作りのお傘がどうして借りられよう。それにあの傘は大三郎様が幾度かおかぶりなすっている。 そう思うと、その人に触れるような恥ずかしさも加わって、空き巣はぎゅっと身のすくむ感じさえした。今度強いられたら、なんと答えよう。そう案じていたが、吉村の母は、それきり傘のことには触れなかった。そして九月も中旬に近いある日の、もう暮れ方のことであった。 決まり火で、お縄小屋へ出ていた空き巣が、仕事を終わって帰ってくると、家の中からふっと、香の煙が匂ってくる。ご先祖の火ででもあるのかしら。そう思いながら、ただいま戻りました。と言って、クリア口へ回った。するとそこに、ジ女が待っていて、ご苦労様。 「お疲れでしょ?」と少し震える声で言ったそれは寒気を感じている人のような声だったお話がありますからそのまますぐ来てください用事は後になすってはい空き巣はぎょっとしたはいただいますぐに参りますあのことが知れたのだ 空き巣はそう直覚した。ご様子が常ではない。きっとそうだ。それに違いないと思うと、頭がガッとして、しばらくは物がはっきりと見えなくなった。もっとこちらへお寄りなさい。入っていくと、より女は、そう言って自分の膝の前を指し示した。空き巣さん。 大三郎が帰ってきましたよ。いきなりだったので、キスはこくりと喉を鳴らした。ヨリジョは静かに目を上げて、仏壇を見合った。そこには灯明が瞬き、香の煙が揺れている。ヨリジョの目を追って、その仏壇を見上げたとき、キスは我知らず、ああと叫んだ。 そうです。より女は、その叫びに答えるように頷ういた。大三郎は、お仏壇へ帰ってきたのです。昼過ぎに知らせがありました。諏訪の腹の合戦で、打ち死にをしたのだそうです。母上様。秋諏訪はむせぶように叫んだ。 母上様。お泣きではないでしょうね。より女はつと手を伸ばして、空き巣の肩を押さえた。大三郎は侍の道を全うしたのです。さぞ本望なことでしょう。あなたが大三郎の妻なら、泣くはずはありませんね。さ、行ってこうあげてください。 あれもさぞ待っていたことでしょうから。秋津はよろめく足を踏みしめながら立った。涙を押し拭い、絵文を買い繕って気を沈めるように、ややしばらく名目してからそっと仏壇に歩み寄った。吉村大三郎と俗名だけ書いた真新しい位牌が。 灯明の光の中にじっとこちらを向いている。秋津は震える手で甲を上げ、静かに合唱をしながら、その位牌を見守った。お帰り遊ばしませ。秋津はその人に向かっている気持ちで、口の内にそうつぶやいた。そして大三郎が、すでにこの世の人でなく、 魂になって帰ったからには、告白するまでもなく、自分の過ちは見通しているはずだ。そしてその過ちを犯した自分の気持ちも、おそらく許してもらえるだろうと思った。そう信じてもよろしいでしょうか。私きっと、あなたの妻として、恥ずかしくないものになります。母上様にも、 できる限りお尽くし申します。ですからどうぞ、そう信じさせてくださいまし。どうぞ、き巣を吉村家の嫁と呼ばせてくださいまし。お願いでございます。許してやろう。そういう声が聞こえるかと思うほど、き巣には堅い信念が湧いてきた。これで謝りはない、と思った。 もうこれからは、よりじょうをあざくことにはならない。魂となった大三郎様が、見ていてくださるのだから、自分は今から本当に、この家の嫁になったのだ。心を込めて合唱を記念した後、仏壇の前を離れた秋津は、そのまま静かに南道の方へ去ったが、まもなく、 あの杉傘を持って戻ってきた。そして今は、心から母と呼べる気持ちで、ヨリジョの前に座った。今はそんな傘などを出して、ヨリジョはいぶかしそうに目を見張った。あなた、どうなさるおつもりなの、秋キさん。おねだり申しましたの、ね。 秋津は傘の表をそっとなでながら言った。私にいただかしてくださいまして。旦那様はやろうとおっしゃいました。まあ、あきつさん。これから畑へ参るときは、私これをかぶらせていただきます。そうしたらいつもおそばにいるようでございましょうから。 お泣きではないといい、自分でも泣かなかったより女は、その時あふれてくる涙を抑えることができなかった。我が子の死には泣かなかったけれど、飽き津の愛しさには耐えかねたのだった。ええ、きっとそうだと存じます。飽き津はなお独り言のようにこう言った。 この傘はお手作りで旦那様のお心がこもっているのですもの。そうではございませんでしょうか、母上様。ゆりじょはうなずいた。両手で目を覆いながらうなずいた。あきつはいつまでも懐かしげに傘を飼いなでていた。